ほう、また寝る前。メガネかけるやっぱ見えないわ。やっほー。おー、ベビーギムベビーギムベビーギムも止めないでラブリーソン。お話し会申し込みましたって、やったー、楽しみだね。お話し会、いや、メガネでごめんね今日も。最近インスタライブめっちゃメガネの登場率高め。眠くないのだって、眠いです。今日マジで眠くて、そうだからこの時間にお布団入ることってなかなかないんだけど、もう寝ます。やっほー、寝る前にちょっと配信しようかなと思って。お話し会来てねみんな。メガネかわいいだって、ありがとう、嬉しい。もうね、結構嬉しい。でもみんな元気？元気にしてた？イエーイ。ゆくみちゃんだって、やっほー。皆さん、お話し会のチケットは取れましたか？取れた？すごい、めっちゃ見に来てくれてるけど、それと同時にみんな出ていっとるけん。蒸気でホットアイマスク炊いてますかってことで久しぶり。うわー懐かしい、ありがとうね、たくさん。もう全然ないよホットアイマスク。セーラームーンになってるよ、月に変わったら一緒行くよ、ラブリーソン。ダン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 。やっほー。私今そうダイエット中なんですよ。ダイエットっていうか、まあなんか何なんだろう、ファスティングに近いのかな。まあその短期集中型のダイエットしてるんですけど、そう、チケット取ってるだって、ありがとう。今ジラピケのやつあるよね、探してあったらまた送ってくれます。なかったらごめん。ジラピケのやつあんの、めっちゃ欲しいんだが。すごい、そう、ネモハモダンスありがとうございましたって。いえいえ、そんなそんな。そう、プチダイエットしてるんです私。ジラピカの蒸気でホットアイマスクめっちゃ可愛いだと、めっちゃ欲しいんだけど。ファスティング調子よくなる、うーん、なんか、あ、でもめっちゃね、あの私なんか、まあ私マジ自己流なんだけどさ、正直ファスティングでもないし、まあどっちかっていうと多分ダイエットに、ダイエットなんだけど普通に、その脂肪燃焼スープっていうのがあるんですけど、結構女の子の間では結構有名なのかな、脂肪燃焼スープっていう痩せるよみたいなスープがあるんだけど、もういそれしかみたいな。それだいたい1日2食なんだけど、そうそう、だいたいそれだけで、夜ご飯に鶏胸のステーキを食べと、その脂肪燃焼スープとかしとって、
どうなるかなと思って、5日間限定なんだけどね、5日間でどれぐらいになるかなみたいな、ちょっとそう眠くなってくる。配信するとなんで配信すると眠くなるんだろうね、ほんと不思議。ゆうりだ、やっほーゆうり。私の友達でゆうりってあのねフォロー欄にいるんだけど、私のインスタのマジでダンスがもうバカうまいから見て、みんなあのさ、私のダンスパフォーマンスが好きだよって言って見てくれてる人はもう見たらもう絶対ハマる。くみさんヤッホーです、だってヤッホー、ダイエット挑戦したい、だってねと思って、私もてか今回ちょっとあのビジュアル撮影がちょっとあるから、最近ダンスしてる、だってしてない、してない、全部全部君のせいだねって言われて持ってるわ。そう、何の話してたっけ。ダイエットね、ちょっとだから5日間だけその撮影に向けてちょっとやってるぐらいなんですけど、もうなんか誘惑がすごい、もうなんか友達と普通に喋っとったらさ、大学とか行っとって友達と喋っとったらさ、もうなんかポテチとか食べたくなったりとかさ、普通に目の前でさポリポリお菓子食べとることもあるしさ、そう帰り道とかもさ、大学の帰り道とかにもさ、もうあるファストフードとかさ高級食パンのお店とかあってさ、あーってうー食べたい餃子とかもし、ハンバーガーとかもし、ゆいさんですか、探してみさせてもらう、ぜひ。眠そうだって、いやマジで眠いんだよ、寝てなくてオールなの、オールで大学行ったから、ちょっとマジちょっと久しぶりなんか限界大学生みたいなことしたから、もう私は1時前でこんな眠くなることってあるんだなって感じ。ということで寝ます、みんなちょっとみんな元気かなっていう、みんなとね積極的にコミュニケーションを取っていこうっていう、いやいやいや、ということでマジであのみんな気づいてると思うけど、本当に本当に眠いからみんなに会えてよかった、ありがとう、大好き、バイバイ、おやすみ、大好きだよ。